いやね、前場のリングに上がってる以上はフリーとかあんまり私は意識しないでガンガン行きたいと思います。私もね、そんな、京子はフリーになって初の全女リングじゃないですか。だから別に元全女選手なんで全然何も意識してません。私1個言いたいんですけど、私たちがいなかったら多分今の全女って面白くないと思うんですよ、はっきり言って。で、ユートップスだか V6 だか知らないけど、ねえ、あの人たちは私たちを利用するのはやめてほしい。本当に、特に堀田に言いたい。あんたあれそれでもチャンピオンなのって私は言いたいです。前に私たちベルトを取った時に取材の人に言ったんですけど、本当に明日のことも自分たち分かんないんで、はい、今日の試合、また明日の試合、ね、分かりませんから何も言えません。そうですね、フリーとしての第1回目ってことですか、今日が。はい、頑張らせていただきます。はい、間違って違うコーナーにタッチしに行かないようにだけ気をつけて 今日は、はい、いつも通りの元気のいいファイトをお見せしたいと思ってます。井上京吾選手は見て、今後の前場はどうなっていきますかね。どうなっていくんでしょうね、私にも分かりません。はい それではいいですか、いつもの今日も行くぞ。お150%、ね、やっぱり大阪のファンの子はこのカードを、ね、期待して来てるんだから、ね、そのお客さんを裏切ることはできないの。だから私は、ね、別に京子と、ね、いがみ合ってるわけでもないから、向こうはどう思ってるか分かんないけど、でも、ね、きちんと。ね、試合はしたいなと思ってるんで、はい、京子が危ないところがあったら助けに入ってあげたいとも思うし、はい、そうですね、やっぱりこういうことになって、ね、出ていきたい人は別に出ていけばいいと思うし、これね、残ってる人たちで、ね、やっぱり私たちが何十年も続いてる現状、私たちがトップの代で潰すことはできないと思うんですよ。だから自分、残ってる私たちが何が何でも全場を守っていかなきゃいけないと思ってるんで、はい、必ずいい方向に行くようにして、出ていった人たちを後悔させるように私たちが頑張りたいと思います。Yeah!
うるせえ。
Okay, 袋開けてこい。 OK、 袋だ。
よし、いけるかな、よーん、やった。